ザ・神業チャレンジ、サンボマスター、木之内康がリベンジ、シクストウンス、ジェシーはアーチェリーに挑戦。本日1月16日19時より、ザ・神業チャレンジ SP、TBS 系が放送される。世界中で流行している、神業動画に様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、再現できたらその場で賞金100万円を獲得できるという本番組。チョコレートプラネットが MC を務め、神春頂上決戦と題した今夜の放送では、佐藤しおり里、陣内智則、ニューヨーク、みっちょぱ、宮沢ひろをゲストに迎える。新年初となる放送のオープニングアクトに、スポーツクライミング日本代表の奈良智嗣が登場。大阪通天閣の3階から展望台までを一般ルートではなく、3つの難所が待ち構える外側から登る奇跡の超人技に挑む。太鼓の達人では、前回、ソーダに失敗し、リベンジの挑戦となる木之内康、サンボマスター、美しすぎるサポーターとして世界的に話題となり、今回、ソーダ、初挑戦の SHONO、PARADOXX、ソ、太鼓の達人ではおなじみの拓也、土佐兄弟がファイナルステージの、ソーダ、成功を目指す。また、過去、完全制覇を果たしたのは一人のみの、神業クレーンゲームには、藤田ニコル、ゴー、皆川、河野源との3人が挑戦。高校時代、クレーンゲーム部に所属していた藤田は、ニュースターらしく、スタジオも驚愕の凄腕テクニックを見せる。東大出身の河野は、その最強頭脳でクレーンゲーム攻略を目指す。さらに、これまでに多くの神業に成功している、ミスターアーチェリーことジェシー、シクストウンスは、8度目の成功を目指し、新年にふさわしい。2024年に断ち切りたいことを書いた紙を真っ二つに一刀両断する神業に挑戦する。なお、番組公式体育トークでは、ここでしか見られない動画を公開中。